公共曲第1番に町長は、グスタフ・マーラーが作曲した最初の公共曲。マーラーの公共曲の中では、演奏時間が比較的短いこと、声楽を伴わないこと、曲奏が若々しく親しみやすいことなどから、演奏機会や録音が最も多い。1884年から1888年にかけて作曲され、マーラー自身は、 当初からその書簡などに記しているように、公共曲として構想、作曲していたが、初演時には公共詩として発表され、公共曲として演奏されるようになったのは1896年の改定による。巨人という副題が知られるが、これは1893年、公共詩の上演に際して付けられたものの、後にマーラー自身により削除されている。この表題は、 マーラーの愛読書であったジャンパウルの小説、巨人に由来する。この曲の作曲中に、歌曲集、サスラウ、若者の歌が生み出されており、同歌曲集の第2曲と第4曲の旋律が公共曲の主題に直接用いられているなど、両者は精神的にも音楽的にも密接な関係がある。演奏時間約55分。1889年11月20日に、 マーラー自身の指揮ブダペストフィルハーモニー交響楽団によって初演。しかし成功しなかった。ブダペスト校とも呼ばれる、この校は現在は失われている。マーラー自身は作曲当初からこの曲を交響曲と呼んでいたが、初演に際しては2部からなる交響詞として発表した。全体は5学章からなり、第1学章から第3学章までを第1部。 第四楽章以下を第二部としていた。この時点では、巨人や一部、二部、各楽章への表題はない。初期構想であった二部構成あるいはスケルゾ楽章を中心とした対照的な語学章。配置は、後のマーラーの公共曲、第二番、第五番、第七番、第八番、第十番でも見られ、マーラーの公共曲を特徴づける要素がその初期から、 現れていることは注目される。ブダペストでの初演の後、パーラーは、第2楽章、第3楽章、第5楽章に改定を施した。1893年に1月の段階では、花の章を削除する考えに至ったが、8月にはこれを撤回して5楽章構成として残し、10月29日、ハンブルクで上演、翌1894年7月にも、 バイマルで再演した。還元学編成はコルネットがあってティンパには一人で、この時点まで三巻編成であった。上演に際してマーラーは全曲を公共曲様式による落としとし、巨人という表題を与えた。各部、各学章にも以下のような副題が付された。これらの副題もジャンパウルの小説から影響を受けていると考えられている。第一部青春の日々から、 若さ、欠実、苦悩のことなど、第二部人間喜劇マーラーは、自作を演奏するたびに、スコアに修正を加えるのが常で、この第二項も、ハンブルクとバイマルでの演奏の間に細かい修正が入れられていることから、それぞれ、ハンブルク項、バイマル項と厳密に区分される場合もある。各楽章について、第三項との、主な違いは次の通り。第一楽章の助奏部分で、 最初のファンファーレがホルンに出るスケルツォ開始部のオスティナートリズムにティンパニが加えられている早々風楽章の主題はチェロソロとコントラバスソロで弱ネキはなしフィナーレでは小説の扱いの変更など1896年3月ベルリンでの演奏にあたってマーラーは花の章を削除して全4楽章の公共曲とした二部構成や 各学章に付けられていた表題もすべて取り払われた。楽器編成は4巻に増強され、特にホルンが4本から7本に増やされたのが特徴的である。この前年、1895年にはベルリンで公共曲第2番の全学章が初演された。公共曲というタイトルでは1番より2番の方が早く初演されたことになる。 このベルリン校に基づく楽譜は、1899年に、バインベルガー社より、公共曲第1番として出版された。その後、1906年に、ウニベルザール出版社より出版されたものでは、第1楽章の提示部と、第2楽章にリピートが付加された。その後もマーラーは演奏の度に細かい修正を加え、最終的にそれらを取り入れたものが、 エルヴィン・ラッツ皇帝によって1967年に刊行されたマーラー教会の全集版であり、これが現在もっぱら演奏される。しかし、第三項に限ってもそれまでにも出版された楽譜が複数あるため、実際の演奏では、指揮者のスコアとオーケストラのパート譜が必ずしも同一でないなど一部に混乱があり、第三項の古い場の用いたと思われる録音も、 多く存在する。1992年には、カール・ハインツフィッシュする監修の、新前集版が出版された。旧前集版との比較では、第三楽章冒頭のコントラバスソロが、ユニゾンに変更されていることが大きな、違いとして挙げられる。緩やかに、重々しくに長長四、四拍子助走付きの自由な、そなた形式弦のフラジオレットによる、A 養との持続の上に、 オーボエとファゴットが4度加工する動機を示す。これは全曲の統一動機であり、格好の鳴き声を模したとする解釈もあるが、いずれにせよ自然を象徴するものと考えられている。遠くからファンファーレやホルンの牧歌的な響きが挿入される。低減に半音快適に順次上行する動機が現れ、4度動機が繰り返されるうちに主部に入り、 チェロが第一主題を出す。フレイ一フレイ二第一主題は四の動機で始まり、さすらう若者の歌の第二曲、朝の野原を歩けばに基づく。第二主題は、胃腸調で木管に出るが第一主題の対戦率のように扱われるため、あまり明確でない。定時部は反復指定がある。展開部に入ると、助走の雰囲気が戻る。音楽は次第に沈み込むようになるが、やがて、 ホルンの再奏でによって明るく解き放たれる。その後、第一主題と第二主題が展開される。やがて半音階的に上昇する動機が不安を高めるように繰り返されフィナーレを予告、トランペットのファンファーレがナりクライマックスを迎える。その後再現部となるが、非常に短い上、各主題も省略された形で急速に再現されるため、まるでコーダのように感じられる。 ティンパニの4度同期の連打で終わる。演奏時間は15から18分程度。力強く運動して、胃腸ョ3、4拍子複合3部形式スケルツォ。低減による4度加工同期のオスティナートリズム、バイオリンによる、オクターブ上昇する同期の繰り返しに乗って、木管がはぎれよく、スケルツォ主題を出す。スケルツォ主部はほぼ3部形式をとり、 三連符を含む、律動的な動機を繰り返して転調していく部分を、経て、スケルソ主題が戻る。フレー3フレー4中間部は絵長調。ホルンの4度加工動機に次いで、弦が優美なレントラー風の主題を奏する。フレー5演奏時間は7から8分程度。緩慢でなく、早朝に威厳をもって2単調4、4拍子複合3部、形式ティンパニの4度加工の刻みに乗って、 コントラバスが物を浮くうつろな印象の主題をそうする。この主題は、同様、フレールジャックとして知られる、フランスの民謡を単調にしたもので、カノン風に扱われ、覚えのおどけたような旋律が加わる。主部はほぼ三部形式をとり、愛鳥を帯びるが俗っぽい進行を経て主題が戻る。フレール中間部は、都庁長。ハープに導かれて、バイオリンが夢見るような表情で奏する。 この旋律は、さすらう、和コードの歌第4曲、彼女の青いメガから取られている。フレーナナ主部が回帰すると、はじめより自由に進行し、調もテンポも急激に変化する。やがて静まり、ティンパニの4度加工の刻みに収束され、それも消えると打楽器の暗い響きが残り、フィナーレに休みなく続く。演奏時間は10から12分程度。嵐のように運動してへ、 単調に蝶々に二拍子自由な、そなた形式シンバルの強烈な一撃で開始される。第一主題の断片や半音階的に加工する動機を示して気分を高めたところで導入が終わり、戦闘的な第一主題が感覚器と提言で提示される。これにはバイオリンの激しく上下する音恵を伴っている。第一主題は第一楽章の半音階的上昇動機と関連が、 ある。一段落して出る。第二主題は、変に蝶々、バイオリンによる、息の長い美しい旋律フレイ8フレイ9金管が第一主題の動機を、繰り返して再び激しくなるところから、展開部。第一主題を扱ううちに高揚して頂点に達し、助走部が復帰すると再現部となる。マーラー自身、再現部には相当苦労したようで、 ここで終わらせることも考えていたらしい。ここで、第一主題は、再現せずに、波長長で外貨を上げようとするが、突如二長長に上昇する。ティンパニの連打、トランペットの勝ち誇ったような旋律、ホルンの四度動機と続いて、一旦静まり、第一楽章の助走が戻ってくる。フレー十第二主題の断片に続いて四度動機や第一楽章の第一主題が示される。その後、 第2主題が再現される。これが高まると、ビオラが警告的な動機を示し、これが繰り返されるうちにやっと第1主題が再現する。主題の順番を逆にして再現する発想は、第6公共曲の修学賞にも現れている。音楽は、弱音主体で進み、やがて第1楽章のファンファーレが現れ、予告された場面となる。展開部と似たクライマックスが今度は二丁調,調で、 頂点に達し、そのまま二丁々の長いコーダになだれ込む。ここでマーラーはホルンを起立して吹かせるよう指示している。フィナーレの第一主題と四度同期に基づき、勝利感に満ちた集結となる。演奏時間は18から22分程度。巨人という表題は、ジャンパウルの長編小説から取られている。ジャンパウルは、ドイツのロマン派の作家で、ロベルト・シューマンなど、 ドイツロマン派の作曲家にも影響を与えた。1800年から1803年にかけて書かれた巨人は、主人公アルバーノが恋愛や多くの人生経験を重ねて成長していく過程が描かれ、そこには当時バイマール宮廷で活躍したゲーテに代表される文学者や天才主義に対する批判が込められている。マーラーは、巨人のほか、ジーベンケースなど、 ジャンパウルの他の著作も愛読していた。ただし、マーラーがこの曲に巨人の表題を当初与えたのは小説と音楽に関連があるためではない。マーラーは1896年3月20日、ベルリンでの音楽商版初演直後の友人宛て手,手紙で、巨人の表題や曲への説明は聴衆の理解を容易にするため友人たちに勧められて後付けしたに過ぎない。 今ではこれらが適切ではないことが分かり、的外れな性格づけどころか、聴衆が誤解を受けてしまっていたことを実際に体験したため、巨人の表題を破棄したと書き記している。当初、第二楽章として構想され、後に削除された曲は、花の章と呼ばれる。この曲は、カッセル歌劇場で朗読上演された、セフフェルの絶近玄のラッパ種のために書かれた。 付随音楽が原型とされる。マーラーは作曲当時、カッセルで、ヨハンナ・リヒターへの失恋を味わい、その後のライプチィヒ時代には、マリオン・ウェーバーと駆け落ちまで考える関係となっている。花の章の音楽は、これらの恋愛感情が影響を与えた作品と考えられている。こうした推定に加えて、上記したように恋愛事件が直接の作曲の動機であったとするなら、この 花の章こそが公共曲第一番の最初のきっかけであったということになる。音楽はアンダンテアレグレット、波長長、三部形式。主部はトランペットの穏やかな旋律にバイオリンが完備に寄り添う。中間部は異端長となり、木簡、特にオーボエが儚げに歌う。この楽章は紛失したと思われていた。しかし、マーラーの弟子であった。 ペリンケニ楽譜が所蔵されていたことが、第二次世界大戦後に発見され、1967年に単独で復活初演、1968年に出版された。その後、この楽章は単独に演奏されるほか、第三校前週版の四つの楽章に挿入されて演奏される場合もある。しかし、花の小作序法も改定され続けた。 全集版にそのままこれを組み込むことは、様式上の不統一の問題があるため、近年では第2項であるハンブルク校やバイマル校に基づく語学賞版の復活演奏も見られるようになっている。ありがとうございます。